皆様、こんにちは。本日の11時半に、秘書課課長の方にですね、知事宛への公開質問状を提出させていただきました。それに関する記者会見を始めさせていただきたいと思います。本日は多くの報道機関の皆様方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。まずは、自己紹介をさせていただきます。本日後藤敬商会の代表であります塚本の方がちょっと時間の都合ができないということで東京から来られませんでした。よって、私前、後藤敬商会代表の、会員であります、丸田隆明でございます。隣に、おられますのが、主として、この、告発状そして本日の、公開質問状の提出にあたっております正常な知事選を実現する会の代表である大塚、和久でございます。よろしくお願いします。私たち2つの政治団体が4月28日に、長崎県警本部において、知事をはじめとする他3名に対し告発をしたことはもうご記憶に新しいものと思っております。今後の長崎県警の本件の対応次第では我々は長崎地検への告発も検討しております。今回の告発について多くの長崎県民の皆様から関心をお寄せいただいております。また SNS 等では東京、大阪、日本全国にわたり今回の告発に関して注目を、受けておることも確認できておりますのでその辺は Twitter、Facebook 等々で検索していただければ、事の重大さが関心度がお分かりになるものと思っております。当該選挙にでは候補者本人で長崎県民のリーダーである、大石健吾長崎県知事におかれましては一刻も早く今回の告発に関する疑義を県民の皆様に対して明らかにしていただきたいと思っております。それが県民の皆様の期待に応えていくということではないでしょうか。そこで大石健吾知事に明らかにしていただくため、先月28日の告発に関する公開質問状を作成し、冒頭説明したように大石知事に提出いたしました。本日の記者会見ではこの公開質問状についてご説明をさせていただきます。まず最初に前回告発した際に当方の団体代表であります塚本が非告発人の一人でありますジャックジャパン代表であります大浜崎拓磨氏の名前に一部間違いがありましたのでこの場をお借りしまして謝罪を申し上げます。では今回の訂正と追加で明らかになった事件証拠についてご説明をさせていただきます。先に、お配りにさせていただいております、ファイルに入った資料の確認をさせていただきます。告発状が1通これ改訂に本日提出分の資料が1通、それと、県知事に対する公開質問状が1通そして、情報開示請求にて選挙運動費用の収支報告書このコピーを1通合わせて3部の資料を、お渡しさせていただいておりますが、入ってないという、報道機関がありましたら、教えていただければ補充します。大丈夫でしょうか。では早速説明について入らせていただきます。まずは訂正について申し上げます。県警提出上の、告発状をご覧いただきたいと思います。改訂に令和4年5月13日付の、告発状ですね。丸1告発状の3ページをご覧いただきたいと思います。被告発人を水戸正彦氏から太田真治氏に変更いたします。理由は大石健吾氏選挙運動費用収支報告書において
事務担当者として記載があった水戸雅彦氏を誤って出納責任者として認識していたためであります。こちらは改訂1で訂正しております。同3ページをご覧ください。水戸雅彦氏は事務担当者として被告発人といたします。こちらは改訂2で訂正しております。同3ページ、大浜崎拓真氏を選挙運動総括主催者としておりましたが、組織的選挙運動管理者等といたします。こちらは改訂1で訂正しております。同3ページ、 SNS を運用、またその素材撮影を行っていた中村よしみさんでしょうかね、これは、を追加しております。こちらは改訂2で追加しております。同3ページ、2連のぼりを撤去した、小泉憲彦氏を追加しております。こちらは改訂2で追加しております。告発状の6ページをご覧いただきたいと思います。太田真嗣氏が、出納責任者として提出されている選挙運動費用収支報告書の支出の部の通信科目の中で買収等の疑念が持たれております電話料約402万円について政治資金規正法第25条3号報告書の虚偽記載が該当すると記載しておりましたが、正式には公職選挙法189条選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出が該当いたします。選挙運動中の収支報告書は政治資金規正法ではなく公職選挙法が該当します。なおこちらの内容は改訂2で、訂正しております。引き続き追加となった事件証拠について申し上げます。公開質問状の7ページをご覧ください。よろしいでしょうか。はい。大石健吾氏の選挙運動用収支報告書によりますと、支出の部の広告費、印刷費、通信費科目の中に広告業のアジャスト株式会社に対して254万1487円の記載がありました。アジャスト株式会社におきましては大石健吾氏の知事選挙における出納責任者の太田真嗣氏が代表取締役社長、同事務担当者の水戸雅彦氏が前代表取締役であることが確認されております。太田真嗣氏、水戸、雅彦氏はともに大石陣営において主たる責任者として選挙運動を行っており、254万1487円の支払いは選挙運動を行った太田真嗣氏と水戸雅彦氏に対する報酬としてアジャスト株式会社への利益誘導がなされたとみなされます。大石健吾氏は公職選挙法第221条第1項買収及び利益誘導罪に該当するとの見解であります。この件についても公開質問状に含めております。それでは本題である大石健吾長崎県知事に対する公開質問状についてご説明を始めさせていただきます。公開質問状をご覧ください。なお各質問に関する証拠考察については7ページ以降に添付しております。それでは公開質問状について説明を始めます。2ページより説明させていただきます。1、被告
被告発人大石健吾の選挙運動に関する買収及び利益誘導罪等1の1として大石健吾氏による、追悼責任者である太田真嗣氏と事務担当である水戸雅彦氏の買収1アジャスト株式会社において太田真嗣は代表取締役社長水戸雅彦は現代表取締役を務めている選挙運動費用収支報告書によると太田真嗣氏は追悼責任者水戸雅彦氏は事務担当者として記載されておりました。共に大石陣営において主たる責任者として選挙運動を行っていたことが分かります。大石健吾氏からアジャスト株式会社に対して2541487円の支出が確認されておりますが、これは選挙運動を行った太田真嗣氏と水戸雅彦氏に対する報酬として利益誘導がなされたとみなされ、大石健吾氏並びに買収された太田真嗣氏と水戸雅彦氏は公職選挙法第221条第1項買収及び利益誘導罪に該当すると資料するが見解を求める。2太田真嗣氏は追悼責任者として大石陣営における主たる責任者であるが、選挙運動を行った報酬として自らの会社に利益を誘導するという買収行為に及んだ。太田真嗣氏は追悼責任者であるため公職選挙法第251条第2項第2号、総括主催者、追悼責任者の選挙犯罪による公職の候補者等であったものの当選無効及び立候補の禁止が適用され、大石健吾氏は連雑性により当選無効の処分を、処分と使用するが、見解を求める。 1-2 大石健吾氏による大浜崎拓真氏の買収、大石健吾選挙運動費用収支報告書において2月28日に大浜崎拓真氏が代表取締役を務めるジャックジャパン株式会社に電話料金として402,082円が支払われています。これはその他の電話料金と計上されている株式会社長崎ケーブルメディアさん、九州テレコミュニケーション株式会社に対するものと比較して金額の程度からも人が異なるものと推測されます。この電話料金についての詳細を、について、回答を求める。選挙コンサルタント会社のジャックジャパンの代表取締役の大浜崎拓真氏は選挙中に街頭での選挙運動に参加しており、多くの証言と多くの証拠写真によって選挙運動の参加が確認されています。さらにご自身の YouTube においても選挙期間中に選挙対策本部の中枢にて選挙運動を指揮していたことを、こと細かく発言されています。大浜崎拓真氏が選挙運動期間中に選挙事務所や街頭で選挙運動を行っていたかどうかの見解を求める。3電話料金の詳細な内容については以下の場合が考えられ、いずれの場合においても公職選挙法第221条第1項が適用されると資料するが見解を求める。続きまして3ページに入ります。読んだ方がいいですかね、全部どうでしょうか。かいつまんで説明してもいいでしょうか。の方がいいですよね、時間がもったいないですから。まあこの中でですね、まあ会見が終わられてじっくりと目を通されれば、我々が何を知事に対して質問しているのか、これは選挙の
黒人前からの運動に関してから始まり、そして、その運動期間中、さまざまな人間が出入りして、そして、収支報告書、選挙終了後の収支報告書と私たちはその活動を照らし合わせた上で、まとめ上げております。4ページの2番目に長崎県立長崎北高等学校同窓会会員名簿を利用した慈善運動ということで、記しております。この件に関しましても、県議会の図書室にて、この選挙公職選挙法に関するですね、資料を入手しまして、我々は照らし合わせたところでございます。この中に、5ページの部分ですね、5ページに入ります。個人情報保護、情報伝達等に利用するためのもの、この2点の記載がある、選挙運動が会員の情報伝達に含まれてはおらず、選挙での使用は同窓会名簿の目的外使用になるのは明らかであるというふうに、質問を投げかけさせていただいております。この件に関しましては、昨年度のですね、衆議院選挙において公選法違反で、裁判が奈良地裁で行われております。維新の会前川氏が無罪を主張ということで新聞記事にも書かれておりますが、全くこれと同等な、行いを、この大石選挙事務所が行っていたということで、記させていただいております。また地方紙においては、大石市の母校県立長崎北高の同窓会や所属していた同校ラグビー部のOB 会もバックアップ、約1万2000人の同窓生に支援を求める文書を送付というふうにあるのです。まあ、こういったところから、この、同窓会名簿を使った、運動そのものが公職選挙法に引っかかる、事前運動ではないかということで、質問状に書かせていただいております。まあ、あと全てにおいては、証拠資料ということで図柄も全部掲載させていただいております。これまでの、説明の中で、私たちがいろんな画像動画等々の資料、証拠を提出しとありますが、これは我々だけが、集め求めたものではありません。いろんな方々からこの告発した4月の28日でしたか、告発した折の翌日テレビを見た、ニュースを見た等々の連絡、 SNS 等でも寄せられました。そういう中で この写真もちょっとやばいのじゃないかということで資料を提供していただいたものも含んでおりますので、この辺もじっくりとですね、読んでいただきたいと思っております。まあ、実際県議会の一般質問におきまして、小林克俊県議が、知事選に含めて、選挙の在り方について、指摘をされました。まあ、この一般質問を見た中で県民の多くが疑念を抱いたに違いないのではなかろうかと私は思っております。まあ、私も傍聴席から、拝見させていただきました。通常の一般質問の内容とは違い、知事自らに対する質問であるにもかかわらずきちんとした回答がなされない。自分のことであるなら身の潔白を晴らすためにもきちんと対応して県民に対して主張するべきではなかったかという思いも込めて、今回の公開質問状という形での、提出に至っております。まあ、こういう形で、告発状から始まり、本日公開質問状を提出させていただきました。すべては今頃になって、この告発を終えてですね、SNS 等では批判も受けております。
なぜ今頃になって告発するのかと。公職選挙法の場合、選挙期間中ではなかなかわからないんです。その一番の重要なお金の流れというのが、選挙が行われ終わって、それから、各、選挙事務所は収支報告書というのを提出します。これを我々は待ち望んでいたというわけでございます。1ページ1ページ、繊細に、読み取らせていただきまして、研究を重ねた結果、今回の告発状の改訂にということで、追加も含めて提出させていただきました。まあ、流れを説明しますと、このような流れになります。で、先ほど、記者会見始まる前にある、テレビ局の方からご質問をされましたので、別件になりますが、ちょっとおおよそこの告発に関しての流れをご説明したいと思います。告発状を提出します。相手方は受理するのですかと、したのですかという問い合わせをかなり受けました。捜査機関としては預かりの状態になります。これはどのような事件においても、こういった形で告発、第三者が告発する場合は一旦預かりの形となります。例を挙げて述べさせていただきます。私自身のことになりますが、昨年の8月に、Twitter という SNS のサイトにて私個人への誹謗中傷がありました。まあ、私が知ったのが、友人知人から、こういったことが書かれているということで、まあ、私が知ったのはその、3ヶ月後でありました。まあ、どういった形にしろ、虚偽の内容を流布されていますので、私は公人の立場としてこれはきちんとはっきりさせないといけないという思いで、地元であります後藤警察署の方へ、相談に行きました。当然に告訴状とか作っておりません。ただ証拠となる資料だけを持ち込みました。お時間くださいということだけだったんです。その時資料は受け取りますと、お時間はくださいと。つまり相談に行ってもこれは事件として受理する、捜査を始めますということは、当本人であっても教えていただけないんです。まあ、それから11月、1月の、6日に相談に行って、忘れていた頃3月の末に連絡をいただきました。捜査してくれてたんですね。この加害者である、立場の人間が誰なのか分かりましたと。そこで初めて告発しますかと、事件として進めますかということを尋ねられました。まあ、このように、事件というのはこういった告発状を提出して、提出された機関が、捜査機関が精査されます。今から、本日も、11時に伺ってきまして、提出した際には、今後は、分からない点、疑問に思う点等々を質問させてくださいと。その際には、我々2名と、そして、弁護士が入る予定でございますので、弁護士の方も一緒に、来庁されてくださいというふうに、言われておりますので、これは、今日の感触からいきますと、真剣に、読み取っていただいているなと。で、また、いろんな、捜査機関もあらゆるネット上での情報とか収集されているようでございました。今回提出される、追加の被告発人の一人が、こういう方が追加されるんじゃなかったんでしょうかということも、実名挙げて言われておりました。なので、提出先の県警本部としてもこの件に関しては、力を入れて真剣に、県民をからの、提出であっている以上真剣に臨んでおられるものと私は、受け取っております。長ったらしくなりましたが、以上で説明の方を終了させていただきますが、この後は、質問等があれば受け答えさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。では質疑に入ります。幹事長からお願いします。
疲れ様です。 KTN テレビ長崎石橋と申します。私からは一点ですけども、今回 の公開質問状なんですけども、まあ、知事部局からの回答は何か合ってるんでしょうか。秘書課長が対応してくださったんですけど、昨日の時点ではこれは公職が公務に関することですかというようなわけのわからない質問をされたものですから、当然知事というのは公職選挙でですね選ばれるわけであって、その中に、先ほども述べたように、県議会いっぱい質問では小林県議も選挙戦始まる前、そして選挙期間中、このような一連のこの知事選に関しての質問がなされております。そういう 面も含ん でそれを聞いた上で我々は疑義を抱いたんだと、疑念を抱いたんだということを述べさせていただいたところ、秘書課長の方がきちんと、受け取っていただきまして知事へお渡しされるものと思っております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。長崎新聞の美濃川です。よろしくお願いします。告発状の件になるんですけれども、まあ、確認も含めてですけれども、本日県警本部の方に、告発状、改訂版を出されたということで、はい、これは本部は捜査二課の方になるということですか。捜査二課です。で、こちらの方は、前回出されたものについては、継続して、こちらので受け取られてて、改めて今日出されていらっしゃるということで、はい、最初冒頭におっしゃったんですけど、県警の対応次第では検察庁への告発というか、はい、ものも検出されていた、そのあたりどういった判断でどういった形でされるという、なぜ長崎県警に最初持っていったかというと、全ての公職選挙に関してましては警察の方がですね対策本部を設けることはご存知かと思うんですよ。その辺が筋だと思ってですね、いろんな捜査機関も選挙機関外でも動かれておられたと思いますので、ね、独自の情報もお持ちだと思っております。ですので筋を通してまずは県警の捜査二課に提出に至ったというわけでございます。あと検察庁についてはどのようにお考えですか。検察庁の方は、仮にですよ、公職選挙等選挙法というのは奥深いものでございまして、かなりの時間が要すると思います。ですので、そういう中で警察さんとのやり取りの中でこれちょっとなかなか進まんなということであれば、地検の方にもですね情報提供もしくはもう実際に告発状という形で、別の機関にも出そうかという考えでございます。なので我々はまずは、提出しましたこの長崎県警の2課のですね、動きを、並行して動いてですね、それで もう結局、我々が望んでた結果で終わらなかった場合は、地検提出がありきかなというふうにも考えております。ありがとうございます。私会場です。では各社からの質疑に移ります。質問のある社挙手をお願いします。NCC 長崎文化放送の佐藤と申します。今回のこの公開質問状の提出に至った経緯っていうのは、その告発状をまず出したことが報道されて、でいろいろ反響があって、でその公開質問状を出そうってなったのは、その どういう意図からかっていうのは改めてもう一度説明していただいてもよろしいですか。では改めまして説明いたします。まず先ほども述べたと思いますが、小林勝利県議さんの一般質問の中で、ご自身のですねことを問われているのに回答ができなかったと、我々はその部分が聞きたかったんですよね。ですからこの公開質問状を先に出すか、後になったかということはですね、ちょっともう先にも告発状を出したいと、もう出さないといかんだろうということでですね、順序が逆になったことは、確かでございます。ただこの公開質問状を出す上で、やはり県民の皆様方からのいろんなリアクション、そして反響、問い合わせ等がですね、我々も予想だにしてなかったくらい、舞い込んできておりまして、
事実を申し上げますと、東京にお住まいの方々からもいろいろなご質問もなっているということで、これはやはり知事として県民に対してきちんと回答していただけいただく必要があるという思いを込めてですね、提出に至ったわけでございます。以上です。わかりました。どうもありがとうございます。では他に質問のある者、挙手をお願いします。はい、NBC、NBC の内野と申します。よろしくお願いします。すみません、1点だけ確認したいんですが、公開質問状の回答期限を6月5日とされてますけれども、回答の方法は、文書なのか、口頭なのか、その辺 の話というのは秘書課通ってきてますでしょうか。はい、一番望ましいのは、面会でですね、きちんと、お言葉でいただきながら、文書で出しているわけですから、公文書として、ご返答いただきたいと思っております。では他に